はい、それではですね、完全合格のための学習法ということで、観光時の二次検定のね、一番重要な要点集を全部まとめたものです。まあ、一括要約リストが書いてあるんですけど、この学習法、学び方についてちょっと説明していきましょう。全部やるわけじゃないですね。いきましょう。そうすると、まず一番最初に、学ぶことはですね、まあ、1番から5番までね、とりあえずこれをあの解説しておりますので、10回分ね、過去10年分全部収めてあります。じゃあ具体的に見ていきましょう。まずですね、一番最初は施工要領図、問題1はね、でここでですね、あの過去にどういう問題が出たかとずっと10年間あの書いてあります。で、学び方だけちょっと見ていきましょうね。例えば問題の1番、リバースリターン方式というのは、各経路の摩擦損失 この摩擦抵抗が等しくなるね、そういうような流量バランスが良いので各質の快適性が均一になりますよと、ね、いうようなこういう特徴がありますよということでね、まあ、この辺 のリバースリターン方式 の特徴を精神、それはポイントはだから流量バランスが良いと、この言葉は重要ですね、良いんですよということですね。だから各部屋の温度がですね一定になるということで、そのあたりを精神で、これ特にですね、管路はこのリバースリターン方式はこう3本ね、要するに行き品は1本で行くんですけど、帰り品はね2本でこういうふうに2本で帰ってくると、まあ、これがあの特徴ですね。帰り品は、ここから帰ってこう帰ってくると、だからこれ合計3本使うよというところがポイントだな。ということで、それから次にドロップマスね、ドロップマスってのは要するにマスですから、こうね、こういうマスがあってね、ここは高いところがあってここを出ていくと、こういうところドカーンと汚れますよね、マンホールは。で、ここにだからエルボーをつけて、こうね、エルボーをつけて、ぐっと曲がるところをつけて、つけますよと。まあ、そういうところで、汚水の飛散を防止するって。こうやってほっといたらガーッと落ちてたからね、ここでエルボーつけて、ここで下ろして、こうゆっくり下ろすと。それから、あの、3番目のところですね、こう、高地タンクの電極を置くんだな。で、それがあまり近いと、水がバーッとかかるから、だから少し離しなさいって。水が出てくるところから離しなさい。そしてその要するに電極棒の近くにこの防波管ということで、キーワードは防波管とか離すと、まあ、こういうところをしっかりと整理しておかないとあのいけないですね。指摘しなきゃいけない。それからあとはですね、給水 の膨張管ですね、汚水管のこの接点、これはあのポンプの上流側にこの膨張管を取り付けると、ね、こっち側の方をつけると、まあ、上流側につけるとね、温水ポンプの上流側にこの膨張管の管を接続しているよと、これ上流側ってキーワードな。それからあの横走りダクト、これはあの12メートル以下の間隔で、要するに片方振れ止めをつけなきゃいけない。だから釣るだけじゃなくて、釣った間に12メートル以下に全部あの片方で振れ止めをつけてください。で、まあ元年度の問題も同じようにですね、ループ通気管のですね、この排水の横歯管は最上流の、要するに器具排水管の直後からこう立ち上げてくださいよ、ね、まあ、そういうことです。まあ、そういうところをしっかり整理しておく、まあ、あと似たようにですね、例えば2番目の共犯フランジのダクト工法では押さえ金具っていうのは端からこう押さえるんですけども、端から150で、あとは200200で150と、まあ、こういうふうにね、だからこういうところの付け方だな、まあ、こういうような感覚はここは200だけど端からは150で、こういうところをしっかりとあの整理しておかなくちゃいけないね、ということ。それからよく出てくるのはこれだな、短縮伸縮管っていうのは片側だけを固定し、もう一方はガイドを設けるね、だからこうやってこっち側はね固定、こっち側の管はこう固定するんだけども、こっち側はガイドを設けようと、こうするガイドね。でここにあのこれは固定してね、これはね、だから、要するにあのここの伸縮管ね、ここのところはこういうこっちがガイドで、こっちは固定だな。でこういう状態になってる。これ図面よく見て整理しておく。で、これをかけるでしょ。で、それからあの換気ダクトの防火ダンパー。これは4本の、ね、釣りボルトで止めてください。まあ、こういうところがですね、あの出てくるということで、図面を見ながらこう、要領図だから、ここに書いてある言葉をちょっと図面見ながら、理解できなかったら図面をちょっとめくってですね、これをあのテキスト図面見ながらこれやって、分かったら OK。こうチェックしていく。ね、こうやってチェックしていく。12年分チェックしたらですね、もう大体こう同じ問題、どれか出てくるんだよ。あんな繰り返し出てるからね。で、12年分やれば分かるから、そしたら、ここは点取る。点取るとはもう、ここ大きいですよ。っていうことですね。そういう勉強の仕方をしてください。こういうことですね。それから、これもですね、
空気調和、この問題の2番だな。空気調和どういう試験が出るかなっていうと、まあ去年の例を見ると屋上の開放式の冷却塔についての設置の留意事項が出たよと。で試験問題、ここは問題だな、問題出てる。で出題の内容4つ聞かれるんだ。で4つ聞かれるのは何を聞いたか決まってんだよ。だからここでほら、冷却塔の廃止とかアンカーボルトはどうしますか、それから冷却塔周りの配管はどうしますか、試運転調査の時に何に注意しましたか、これ全部やんなくてね、一つ項目ずつぐらいはちゃんと書けるよ、これ記述するんだからな。ということで、こういう冷却塔であれば配置だとね、要するにこう煙突とかね、ガラリを煙突とか離してするんですけどね、吸入しないようにね、アンカーボルトは3山ほどネジが出るように止めてくださいよね、ダブルナットに 3ネジぐらい残るようにしてくださいよとね、それから冷却塔周りの配管ではね、要するにタンクはな、高地タンクのよりかはこのこっち側の方は3メートル低くしろと、高いところに置きなさいよと、高地タンクだからね、3メートルでポイントになるんですね。それから試運転のところはやったらですね、音がダーッとうるさく聞こえる、だから敷地境界線の騒音が問題となる時点で、まあ、測定をしましたよとしなさいと、まあ、こういう何をすればというポイントだけ1個だけ書けになりましたよ、みんなね。ということです。それから、まあ元年度の問題は、要するにマルチパッケージ型の空調機の施工の留意点、こっちも書いてあるんだ。冷媒管の施工どうしますか、換気機に対して直角に切ってください、釣り指示について何で注意します、1個だけですよ。要するに断熱粘着テープの重ね巻きを2層巻きにしたとね、それから冷媒管の試験ではこれは段階的に加圧したと、いっぺんにバーンと圧力加圧にしましたよとかね、それから試運転後の騒音振動がないように、まあ、大体こうやって似たような対応が試験で出てくるのがね、大体これ出てくる、騒音とかこれ出てくるでしょ、試運転とかね、もう同じような問題が出てくるので、この辺はだから自分のこれは要するに空調関係の人は空調関係、給排水の人は給排水の関係を学習するということでね。で3番の方は給排水になってるな、3番給排水ね、これ選択制だから、だから2番取るか3番取るかそれぞれの自由ですね。で同じです、これもこれは去年の問題ですけども、これはFRP 製のね、要するに飲料タンクを設置するときの留意点ということで、これは試験問題で、これに答えなさい、1234だな。この配置についてどう考えますか、アンカーボルトにどうしましたか、似てるでしょ、だから水質汚染防止をどうしましたか、タンク前の配管は何に注意しましたか、こういうこと1個だけずつ書ければいいわけな。だから配置ですから、これは課題は 600m ね、下の底面は 600m 高くしましたよと、アンカーボルトはね、あと接着、こっちが強度強いんだな、こっち側の方が接着の方が強いんで、これをやった方がいいでしょう、脱出感覚の予備径の10倍以上間隔を取って打ちましたよと、あんまり近づけちゃいけないわな。それから毛の発生だな、これはこれの中に光がですね、これ重要なところな、そうなら100ルックス以下にすると、そうしないと毛が入るからな、だからこれをこういうことを注意する。それからタンク周りの配管ね、これは水中分離途中で分かれちゃうから、だから横引きを下のところで横引きね、ここにタンクがあったらここから上げたら、ここからこう上げちゃうとここでね、この水中分離が起きるから、だからこう引いてこう上げてこっちを持ってくると、ね、ここを長くする、これが滑走の横引きの方、ここを長くしてこう入れると、ね、こっち側からここはここから上げちゃうとダメだな。ということで、こういう、まあ、ところを注意するということだな。まあ、あと、元年も一緒だ、ね。同じようなことで、要するに、汚物用水中ポンプの施工の留意点、ね、ポンプの位置はって言ったら、これは流入口から離しておいてくださいよとね。それから、ポンプの据え付け、ね、これは段差、カップリング、ね、軸がしっかり曲がらないように、面をね、段差がないようにしっかりこう水平に据え付けると。それから、吐き出し管のその施工、これは、施工ではどういう管だな、要するに日焼け止め弁と仕切り弁、まあ、この辺にある防振継ぎ手があるけど、防振継ぎ手これでこういう順番、防振継ぎ手は特にいいかもしれませんが、この順番で取り付けるということですね。試運転、ね、これは継ぎ手の軸芯が一直線平行であることを、まあ、何でもいいんですよ、まあ、こういうことを自分で一個こういう問題について答えられるようにずっと整理しておくということがポイントです。これは2番3番 のポイントということだね。それから今度、これネットワークを取る人の問題ですけども、これはもう一個だけやる、これが特徴ですってないんだな。だからこの一連の流れで学習しないとね、再送開示時刻、それから配置完了時刻ね、
それからクリティカルパスね、それからあのフォローアップの問題、それから後期ってこれよく知るね。後期はだから再送開始時刻終わったらもう計算できるからね、後期どうだとかね、それからタイムスケールの表示の方法、まあ、これと同時にこっちが山積み山、こっちが出てきた時は山積み山が出てくるから、まあこういうことね、この辺りをこの計算で実際にこれは取り組まないと、ここで説明してもいくら聞いてもわからないのでね、実際の問題を解きながらやる人は学習をしてください。それから法規はですね、これは過去の条文を全部見てみると出題項が、ね、書いてあるね、だいたいこれはね、基本的にはこの安全管理体制っていうのが非常によく重要なんで、これ出てくるね、安全管理体制というのはよく出てくる。だから50人以上労働者単一事業場でやるのか、ね、あるいは混在する事業所でやるのか、ね、50人以上の、ね、元請け下請けの混在所でやるのか、この区別をしっかりつける。だから単一の場合は安全管理者、衛生管理者、それから産業医、それからこの総括100人以上になったら、まあ、総括安全管理、これは単一事業所、それから混在する事業場ではですね、これは特定元型業者が要するにこういうね、統括安全衛生責任者、こっちは管理者だよ、こっちは責任者だよ、字が違うんだな、で字も違う、総括と統括ちょっと似てるけど違うんだ、これしっかり書けるようにしないと。それからこれよく言ってくる、元型安全衛生管理、これ非常によく言ってくるね。それから関係請負人が選任するのはこれ安全衛生責任者、これは下請けだな、下請け、要するに関係請負人って、これも書けないけど、関係請負人が安全衛生責任者を選任、まあ、この後、それから一番重要なよく言ってくるのはここだな、要するにこの統括安全衛生責任者、あるいはまあ書き方いろいろあって、元型安全衛生管理者は何しなきゃいけない。毎作業日、このこと。毎作業日少なくとも1回巡視を行うと。こういうことが非常に重要なポイントになってくるということなんですね。じゃあ以上でですね、観光時の説明のことを終わることにいたしましょう。